紫てるちゃんの笑顔の鐘で広がる驚きの事実。ファンが見逃したナンバー、愛の驚愕。視聴者が気づかなかった細かなディテール。ナンバー、愛の裏話に迫る。最近のテレビ離れが進む中、私たちは大画面での感動を味わうことの喜びを再発見しました。そんな中、ジンくん、紫輝くん、そして岸シくんのパフォーマンスが、コミュニティの視線を引き寄せ、新たな興奮と感動をもたらしました。ナンバー、 愛の舞台裏で繰り広げられたジンくん、紫輝くん、そしてキシくんのエネルギッシュなパフォーマンスは、ファンを狂嘆と感動の渦に巻き込みました。視線を捉える彼らのダンスと繊細な動きは、まるで音楽の魔法が広がるようで、会場全体がその魅力に引き込まれました。眠い時間帯にもかかわらず、紫輝くんの声が響く瞬間は、不思議なほどエネルギーを与えてくれるものでした。 ファンの一人は嬉しかったし泣きそうになったとコメント。それぞれの表情や仕草から感じられる親密な雰囲気は視聴者に深い感動を与えました。無限的な演出の中で紫てるちゃんとキシんが共演し、小気味良いダンスで右肩を震わせる姿はまさにエネルギーの塊。その様子に見入っていると眠気もどこかへ飛んでいきます。ファンとしてはその小気味良い振動がたまらなく好きな瞬間ですね。 しかし、これだけではありません。紫てるちゃんの声が耳に届くと、眠気どころか感動の嵐が襲ってきます。テレビ越しにも伝わる彼の声に、会場の興奮が伝染したことでしょう。その瞬間、感激して涙ぐむファンも多く、まるでコンサートの臨場感が自宅に訪れたかのようでした。そして、三人のダンスパフォーマンスも一言では表せないほど素晴らしかったです。目が離せないほどの魅力的な動きに、 瞬きを忘れるファンも多かったことでしょう。歌唱の際の感動も加わり、まるで空間にいるような気分に浸ることができました。番組のトークセッションも、単なる情報のやりとりを超えて、楽しい時間に変わりました。紫てるちゃんの笑顔が画面を彩り、視聴者たちに幸福感をもたらしました。そして、ナンバーアイの3人が最後に披露した、ゴートは、まさに視聴者にとっての楽しみの絶頂点。ステージでの歌とダンスが一体となり、 会場の興奮が伝わってくるかのようでした。これだけの素晴らしいエンターテイメントを見逃したくないと感じるファンは多いことでしょう。特にテレビ離れが進む中、大画面でメンバーの笑顔や興奮がクリアに映し出され、視聴者の心を満たしてくれました。岸く君の低音の魅力にも注目です。彼の音域の広さは驚異的で、パフォーマンス全体に深みを与えています。彼の楽しそうな様子と笑顔は、 ファンをますます彼に引き込む要素となっていることでしょう。舞台裏に隠れたナンバー、愛にファンが気づく瞬間も印象的でした。初披露の場で緊張せず、笑顔で楽しむ様子は、まさにアーティストたちの真髄。何度も繰り返し主張することで、彼らの異なる表情や笑顔に気づき、ますます彼らへの愛情が深まりました。ジン君の笑顔が溢れ、ファンはもちろん、参加できなかった人々も会場の熱気を感じることができました。 これからも彼らの音楽と笑顔に包まれながらファンは一緒に歩んでいくことでしょう。パフォーマンスの中で忘れられない瞬間は3人が共に披露したダンスです。その迫力と洗練された動きはまるで共鳴するように観客の心を打ちました。鑑賞者はついつい瞬きを忘れ、その美しさに魅了されました。歌唱においても、トークにおいても3人の息の合った連携が際立ち、会場は笑顔に包まれました。